いいですか、先生。はい。この現状というか今どう感じながら過ごしてますか。まあ自分にはチャンスなんでね。まあしっかりチャンスもらった試合では結果出して、やっぱ自分の結果でね、まあ、チームが勝つ足がかりを作れればなと思いますけど。堀さんとのその歩みで学んでこれからに生かしたいことっていかがですか。まあ、とにかく優しい監督だったんでね、まあ、多く学ばさせてもらいましたけど、まあ、もう過去を、ね、話しても、ね、しょうがないんで、まあ、未来を変えるしかないんで、まあそのね、変えるべき、まあ、一歩目をね、まずルヴァンカップ勝って、まあ、J リーグホームでホームの仙台戦で勝って、本来の、ね、浦和のサッカーっていうのを、ね、見せたいと思いますね。昨日も練習見ててはっきりいろいろ伝えてる感じがあって、大月さんはね、はい、すごくはっきりしてますね。具体的だし、こう指導に板がついてるなっていう感じはしますけど、で李選手のような頭のいい選手すぐ理解できるんで頼りになると思うんです。いや、どう、まあピッチで体現しなきゃ意味がないんでね、やっぱし僕の場合は結果なんでね、結果残したいです。その辺の厚さというか含めて広島との試合のスタートですけど、まあビッグアーチね、僕のホームでもあるんでねビッグアーチって言うんですか、エディオンスタジアムですか今、そうですね、はい、エディオン、はい、まあ、僕のホームスタジアムでもあるんでね、あそこですごく、まあ、2年半もね、過ごさせてもらったし、いい思い出しかないんで、仕切り直すという意味がね、すごくいいきっかけになる試合なんじゃないかなと思います。そのスイッチ入れてくれるのが李選手だと信じてますから、はい、頑張ります。